今日はマミがパン買ってきて、はい、これはさっきなんとかさっき1回とかさ、ヨカドにもたまにいるよね。そう、来てるファンで朝早くやってるから、うちはそこのモーニングにも行ったことある、うん、さっきの、うん、私も、はいはい、美味しいよね、美味しいカフェスペースもね、そうボリューミーだよね、すごいびっくりした、いっぱいオイルと、サラダと、サラダもあった、サラダもあった、結構あったよね、もうなんか、2種類ぐらいあったうん、割とね、してこういう風に朝早くからも買えるしね、これがピクルスで、サンドイッチに、ピザトーストに、カレーパンに、チーズのチーズのり、前回の反省を踏まえて、最初に全部紹介したっていう途中で、お話しませんでしたはい、あの反省点が今回に生かされる、ね、今回に生かされる、もう最初にね、全部言ったらね、はい、何食べてもいいから、ね、どんな食べ方してもいいからね、いただきます。いや、コーヒーにも合うね。入ってない？入ってない、ちょっとだけマスタード入ってる。でも他の子ちゃん入ってる、辛くはないと思うよ。全然味しないの、もすごい子供みたいだよね、でも唐辛子の辛さは大丈夫なの、うん、後がダメなの、わさびとネギと、ネギはネギはどうなの、あれ、まあ、辛いけど、そういうのには、そう、遠からずしかからずだね、三角だね、三角だね、そうですね、じりじり虹の子行ったんだけど、とてもいいじゃん、虹の子でも涼しくはなかったね、そういう時ダディってどうしてるの、ダディダディも外に行くの、外にいるよ、外のイメージがないないそっかなんか外でも日陰探してマスクをやったとする、ああそっか、お仕事してて、ね、すごい不健康なイメージ大人なのに、そうそうそう、で子供の記録をしたらなんかもうそれをすぐマスクをやるこういう感じになってそう今日の記録、すごいイメージ、そうそう、今日の記録意外と動けるよそうなのえ、でマミの方があんまり動かない感じ、マミは暑いのも寒いのも好きではないよね、まあそうだね、寒いよりはでもまだ暑い方が元気、本当、なんかでもどっちもどっち、行き過ぎるとどっちも嫌、まあね、さっきは盆地だからさ、ケイちゃんのとこと違ってさ、ちょっと違うよね、暑さは残る、弘前はもっとしてるもんね、もっとしてる、だから夜涼しくなれば結構許せるけど、今日のマンデーカフェはここまで、次回もお楽しみに。